先日僕の動画を楽しみにしていてくださった視聴者さんのチンチラちゃんがですね、亡くなったというコメントをいただきました。原因としては劣性遺伝子の子だったらしいんですけど、毎日リンゴをあげてたみたいなんですね。そのチンチラちゃんはリンゴがすごく好きで毎日あげてたらしいんですけど、劣性遺伝子の子って消化器官が弱い子が多いんですね。で、リンゴをあげてたことによって消化器官でうまく消化できなくてガスが発生して、急死してしまったっていうことでした。その方はですね、同じ思いをしてほしくないので注意してくださいというお言葉をいただきました。僕もこの前ですね、今年に入ってから白玉とあんみつがなくなって、お気持ちはすごくお察しします。ご冥福をお祈りします。今日はですね、その劣性遺伝子っていうものを含めてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。僕が飼っているプーはバイオレットっていうレアカラーの子なんですけど、こういうレアカラーの子っていうのは劣性遺伝子の子が多いんですね。どうしても個体が小さかったりとか、先ほどもお話しした通り消化器官が弱い子が多いです。でコメントにも書いてあった通り、お腹の中にガスが発生して死んでしまう子、急死してしまう子も多々いることは僕も知ってました。で僕はその商品紹介をすごくよくするんですけど、多分してるからこそ視聴者さんから勘違いをされているというか、たくさんそういうおやつ類をあげてるんじゃないかって思われてる方も多分もしかしたら多いんじゃないのかなと思うんですけど、僕の場合はですね、これもすごく感謝しかないんですけど、一番最初にリンゴ、最初かちょっと忘れちゃったんですけど、リンゴのおやつのご紹介をした時に、プーに分からなくて、結構大きめの一つ一つをこう大きく切られてるリンゴだったんですけど、それを丸ごと上げた動画を撮影してしまったんですね。で、公開したんですけど、その動画のところで視聴者さんからご指摘をいただいて、そんな大きいリンゴを上げてしまうと体に良くないのでやめてくださいと、小さく切ってあげてくださいっていうことをご指摘いただきました。このコメント未だに僕を覚えてるし、その言ってくださった方も覚えてます。もう感謝しかないですね。そこで改めてチンチラを飼う上で、それ食べさせるものとか、適量っていうものがあるんだなっていうことを認識しました。で、いろいろ調べて、その後ですね、そういうおやつ類をあげるときは、あまり量をあげないでくださいっていうことを常々動画内でも言わさせていただいてました。リンゴとかも本当に少量だけをあげてくださいっていう、そこまでのことは言ってなかったかもしれないんですけども、少しだけにしてくださいねっていうことは一応動画内で言わさせていただいてました。で、今回は今現状をプーにあげているおやつ類ですね、を一旦お見せしたいと思います。よく動画でもお話ししてるんですけど、一つはこちら、チモシーですね。これはプーも、幸いなことに大好きで、いつもあげてます。で、よく食べてくれます。で、これだけだと、やっぱり飽きてしまうので、その他にこちら、食育牧草っていうデリスタイルから出てるものなんですけども、こちらを、補助食品として、ケージの中に入れてあげてます。これはそんなにすごい量あげるわけではないんですけれども、少しの量だけあげてます。先ほどのやつは、プーが普段食べている主食ですね。で、もう一つ、こちら、バランスフードなんですけど、
これは、チモシーとか先ほどの牧草で補えない栄養を、まあ、これで補っているものなんですけど、これはですね、量はそんなに多くないです。この量に関しては別の動画でお話ししているので、そちらご覧ください。ただ、これですね、僕見てて思ったんですけど、結構ね、バランスフードの他に、かぼちゃとか、まあ、いろんなものが入ってるんですよ。で、あんまり、こういうかぼちゃ類も揚げすぎっていうのは、前からちょっと気になってたんですけど、良くないなって思ってたんですね。で、ちょうどこれ、もうほとんどなくなってしまったので、新たにこれを買ってきました。それがこちらですね。チンチラセレクション。これは、バランスフード、固形のものですね。しか入っていないものです。かぼちゃとかそういったものは一切入っていないタイプなんですけど、まあ、今後はこちらに切り替えていこうかなと思ってます。あと先ほどの食育牧草の他に一緒に混ぜて、まあ、匂い付けのような形で揚げているのが、これも商品紹介で以前ご紹介してます。レッドクローバーと大箱と、あとこちらですね、タンポポとセージ。これをですね、少量散りばめて、まあ、匂い付けのような形で一緒に揚げてます。これはそんなに大量には揚げないですね。あと以前紹介したこちら、春牧草と、あと、こちらですね、青パパイヤリーフ。まあ、これも本当に多少ですね、そんなにたくさんは揚げてないです。手渡しで普段遊んでいる時にちょこっと揚げる程度ですね。主食では揚げてないです。あとですね、こちら、おやつ類ですね。まあ、これクコの実。とか、あと、サニメイドってリンゴとか、あとはこれですね、プーが結構大好きなオーガニックの、まあ、ロイヤルチンチラさんで売っているレーズンであったりとか、あとその他ですね、こちら小動物の野菜っていうものもあるんですけど、まあ、これを少量あげてます。で、この4つっていうのは、4つと、まあこれはまあまあちょこちょこあげてますかね。それよりもこの3つですね、このクコの実とレーズンとリンゴなんですけど、これ商品紹介してるときはこう入ってあげてるので、すごく多分僕がたくさんプーにあげてるっていうイメージがあるかもしれないんですけど、例えばレーズンはこれすごい甘いものなので、僕はだいたい1週間に1粒ぐらいしか現状あげてないです。あとこちらクコの実ですね、これはそんなにカロリーが高くない低カロリーのものなんですけど、それでも1週間にそうですね、多分2回とかその程度しか揚げてないです。あともう一つ、こちらサニーメイドなんですけど、リンゴですね。芸を教える時とかによく使ってるおやつなんですけど、まあ、これもね、結構ね、視聴者さんからお話しいただくことがあるんですけど、毎回その芸をすごく教え込むっていうのはプーちゃんにとってかわいそうだっていうお話をいただくんですけど、まあ、この間の動画でご覧いただいた時で分かる通り、プーは結構覚えるときは芸を覚えるのすごい早いんですね。まあ、10分程度。この間もノーカットでお見せして10分程度であれだけの芸ができるようになりました。まあ、そんな感じで普段からすごいこう芸ばっかり教え込んでるっていうわけではなくて、もう本当にたまにしか、遊び感覚ですね。プーと一緒に触れ合って遊んでいるときだけやる感じなんですけど、それもやっぱり、そうですね、1週間とか2週間に1回程度ぐらいしかほぼやってないです。で、その時にこれをあげている感じなので、まあ、リンゴも毎日あげてるっていうわけではないんですね。まあ、こんな感じで全て、おやつ類に関しても、まあ、ほぼあげてないに近いですからね。どちらかっていうとメインはもうチモシーと牧草がメインで、まあ、これはたまにあげるっていう感じですね。なので、これに関しては、そこら辺に置いておくと、プーが今こうやってご覧いただくとわかる通り、匂いを感じてるので、欲しい欲しいってなっちゃうんですね。なので、プーの目の届かない、匂いも届かない密閉した入れ物に入れて保管してあります。普段はこういうところにこうやって置いておくっていうことはこれはしてないです。なので皆さんもおやつをあげるときとかですね、もう毎日あげてる方もいらっしゃると思うんですけど、おやつに関しては1日にですね、あげる量っていうのはティースプーン1杯分ぐらいで十分です。それ以上はもう揚げすぎです。例えばこのレーズンとかもすごいちっちゃいんですけど、これ一粒揚げた日っていうのは僕は他のおやつは一切もう揚げないですね。クコの実もそうですね。低カロリーとはいえ、これを一つ揚げた時はもうその日は何も揚げないです。これもそうですね。トレーニングとかで芸とか教える時に、まあ、ちぎって細かくちぎって揚げるんですけど、その日はもうそれ以外は何も揚げないですね。っていうぐらい徹底してます。
じゃあペアンポでコミュニケーションをじゃあどうやって取ったらいいんだっていうお話になってくるんですけど、まあ、そんな時はおやつっていうよりはどちらかっていうとこちらレッドクローバーであったりとかタンポポセージだったり、まあ、大箱アップはあんまり好きじゃないのでこれそんなに食べないんですけど、まあ、レッドクローバーとタンポポセージとかもこう入ってあげるだけでもすごい喜んで食べてくれます。あと今はこのこれすごい大好きですね、春牧草、春牧草なんかも手渡しであげて結構コミュニケーションを取ってます。これも量はそんなにあげることはしてないんですけど、おいでおいで、こんな感じであげれば食べるんですね。なのでこれをこうやって、まあ、コミュニケーション感覚でこうコミュニケーションを取るために手でこうやってあげてます。まあ、チンチラちゃんって基本的に葉っぱが好きな動物なので、まあ、こうやって葉っぱをあげてるだけでも本来は十分だと思います。ただやっぱりね、僕もそうなんですけど可愛いのであげたくなっちゃうんですよね、こういうもの。これはすごくよくわかります。もうね、可愛いからね、どうしてもね食べていいよってやりたくなっちゃうんですけど、まあ、その気持ちを抑えて、まあ、僕もなるべくあげないようにしてます。これあげる方が悪いとかじゃなくて僕もその気持ちはすごくよくわかります。まあ、こんな感じで、まあ、動画であまりお話しすることはないんですけど、普段はこれだけ気を使って餌はあげてます。それでもですね、今回の視聴者さんからいただいたお言葉っていうのはさらに注意しなきゃいけないんだなと再認識させられました。もうそのコメントいただいた日、僕朝そのコメント読まさせていただいたんですけど、ちょっとね、自分のことのようにショックで、もうちょっと昨日だったんですけど動画ちょっと上げられないぐらいショックでした。はい、やっぱりね、僕結構コメントいただく視聴者さんって覚えてるので、その方の子が亡くなったっていうだけで結構ショックです、なので、まあ、皆さんのね、チンチラちゃんも長生きしてもらいたいので、まあ、こういうところはご注意してもらった方がいいのかなと思います。まあ、あとはこれは飼い主さんがすごく注意しなきゃいけないことなんですけど、その食べ物以外でもこういう壁紙とかですね、そういうものもチンチラちゃんって何でもかんでもかじっちゃうんですね。食べ物以外もそうですね。置いてあるもの、例えば、まあ、こういうものですね。置物であったりとか、そういうものも全部かじっちゃうんですね。あとビニールとか、何でもかじっちゃうので、まあ、そういうのをね、なるべくかじらせないように、ここに物を置かないっていうのも一つの対策だと思います。あとは、僕もそうなんですけど、この部屋は全部このワイヤーネットをしてたりとか、その他壁紙を、かじらないように保護をしていたりしてるんですけど、まあ、それについては今度動画で改めてお話をさせていただこうと思います。そういった感じで飼い主さんも注意できる点は多々あると思います。その辺も気をつけながらチンチラを育てていただければなと思います。先ほども話した通り、劣性遺伝子の子は消化器官も弱かったりとか、あと転換持ちの子がいたりもします。なんかパッと見すごく元気に見えても実はそういう風に体が一部弱かったりすることが多いので、すごく注意していただければと思います。ただ劣性遺伝子じゃない子でもやっぱり同じく注意してあげることは重要だと思います。結構チンチラっていうのは突然死してしまう子とかも多いみたいなので、なるべく長生きしてもらうためにそういう小さなことからコツコツと見てあげることが一番重要なのかなと思います。その他ですね、あと見てあげる点として毎日多分見られてると思うので、例えばね、ちょっとしたことなんですよね。うんちがいつもと大きさが違うとか、あとなんかいつもより体がちょっとお腹が張ってるなとか、まあ、そういう本当にちょっとしたことなんですけど、些細なことでも気にかけてあげるといいのかなと思います。で、これはまずいと思ったら様子を見るんじゃなくて、もうすぐに以前からも言っている通り病院に連れて行ってあげてください。これチンチラの試食って初めて開けるんですけど、なんかどんな感じなんですかね。主食って書いてあるんですけど、まあ、多分主食ではないと思います。なんか補助食品だと思います。これを主食であげるのはちょっとどうなのかなと思いますね。中は僕も全く見たことないんですけど、おお、さらに小分けにされてる。どういうことこれ。袋の中にこれ何袋もありますね。すごい。なるほど。
これで鮮度を保ってるんですね。すごいですね。何これすごいな。袋の中に袋が入ってると思わなかった。ちょっと開けちゃおうか。ちょっと管理は大変そうかも。あ、でもいいのか。これ、ジッパーになってるので、この中に入れちゃってもいいかもしれないですね。あ、一粒一粒はこういう感じで、すごいしっかりした感じです。ちょっと待って。結構大きいですね。はい、あげるあげるあげる。うん、ちゃんと食べてくれますね。これだったら大丈夫ですね。嫌いだったらポイってしちゃうので。結構、チモシーを主食にするのか、こういう食べ物、補助食品のようなものを主食にするのかっていうので、結構ね、なんだろう、ネットとかで調べると、全く真逆のことを書いてる方が多いんですね。チモシーを主食にした方がいいとか、こっちを主食にした方がいいとか、全然違うことが書いてあるんですけど、僕はですね、多分チモシーを主食にした方がいいと思います。こういうチンチラって月種類なので、チモシーみたいな長い食べ物じゃないと、奥歯の方が削れないんですね。なので、まあ、チモシーを主食にして、こっちを補助食品という形にした方がいいのかなとは思います。